今の髪型はセルフカットだというのは本当ですか？またご自身では長髪と短髪どちらが好きですか？これはもう昨日も村上さん一緒におった時、はい、聞かれたもんね、カミングアウトやったね。そう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 。え、何なんか髪について、いやいや、あの自分で切ってるんですよっていうことを言っただけですけどね、うん、はい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 。今もそうなの？今もそうですよ。だもう最近もうめっちゃ伸びてきたから。前言ってたね、こう後ろがなんかまだらになってもうたって。そう、見えへんからね、やっぱどうしても、はいはいはい、ついからあの考えて、はいはい、あのこういう鏡持つやつ、手鏡、嘘、うん、そんなん持てんかったから、うん、これであのお風呂場のでっかいとこで、あ、写して、ね、こうやったら切れるなっていうのを昨日ぐらいに考えて分かった。バカそれはようあるやんか、メイク室とかでも美容院行っても後ろパッパってやってくれるやん。もうなんか気づかんくてこうやってたんや。でもあんたほら右利きやろ。そう、右で右サイドを刈るとき左手結構苦しい状態になるよ。回し込んでいかなあかんから。ああ、なるほど、なるほど。左切るときは、まあ、まあまあ、左後頭部にね、鏡持ってて。でももう、それはしゃあないと思う。そこの右左は。多少はね、右利きなんやなって、ここで分かってくれたらもうそれでええかなっていう。そう、バリカンでええやん。バリカンやと、これがない。俺の、これは持論か分からへんけど、はいはい、別に俺坊主にしてもいいねん、全然。はいはい、むしろ髪の毛なんて、うん、こんなもん、なんぼやっても生えてくるもんを、もうそもそも美容院ももう腹立つね、俺も。なんでやねん。そのもう、かっこよくなるために金払いに行ってんねんで、気持ちの悪い。うまみなのな、女性は綺麗になるために。女性ならまだわかりますよ。はいはい、この男が、うん、何このキャーキャー言われるために、うん、金払ってまで髪切りに行ってもうてんねん、俺気持ち悪いと思って。その辺からあんまりいかんくなってんけど、うん、だそれで言うと、なんかこう、うん、7時だけ今。いや、自分で感じて。そうそう。だから、もう坊主が俺のあれやねんけども、いきなりやってもこう、あんまびっくりされてもあれやし。そうやな。もう、ね、やっぱこう7人おって一人だけ坊主やったらもう、なんか、そう、急にそれでね。またずっと長いイメージ強いから。そう、坊主って完全スキンヘッドのこと言ってんの？つるっと。スキンまでいかんけど、うん、一番バリカンでまあバラってやるのが一番楽やし、俺も。まあね、やねんけども、これみんな一人だけおっても違和感出るし、なんとなく、バランス取って。これが今、俺の。そんな髪の毛いらんじゅうのに、なんだな、ケツ毛大事にするの分かれへんねん。お前の。ケツ毛切れよ、大事にしてない。あれも、だって、あんだけのもんを着るのもあれやし、なんか、まあ、なんかせっかくええんやって俺のとこ来たんやから、なんかっていうのもあるやんか。いや、降りてきたの、そう、ええんやって来たの、分かれへんけどさ。ちょっと可愛かったのかと。そう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 。なんか、まあ、髪の毛ずっと見られるとこやからな。そうそう。言うたら。確かに。